バトルシティへようこそ。新たな格闘メジャーリーグがいよいよ開幕します。シード選手たちが参加するエキシビションマッチがもうすぐ始まります。俺の方を見せてやるぜ。かかってきな。俺の剣こそ。画廊の2人はそれぞれバーンナックルと知らぬ流忍術で攻撃してます。そして KOF の2人は炎を操っています。赤チームの4人の戦い方はみんな燃えていますね。来ました。サムライスピリッツエリアと月下エリアの戦士たちからの反撃です。遊びは終わりだ。叫び、そして死ね。これは危ないですね。おっと、カムイリンケ。いや、オルスタか。おーっと、超必殺技の裏108式オロチナギです。結果が出ました。今日のエキシビジョンは本当に素晴らしかったですね。明日からの公式試合もきっと盛り上がることでしょう。そうですね。皆様、今日はご来場ありがとうございました。また明日のご観戦をお楽しみください。やった、草薙さんたちならきっと優勝できる。マネージャーになってよかったです。ずっとこの日を待っていたのだ。バトルシティの未来は私たちが作ります。ご覧になったのは KOF エリアで起きた非公式試合です。これからオールスターメジャーリーグが始まります。今非公式試合で勝った選手たちにインタビューしています。ちょっと待ってくれ、今忙しいんだよ。待ってください、私は本当に草薙さんたちのマネージャーなんです。ちょっと待って。第4回格闘メジャーリーグ実況ルームへようこそ。私が司会のノアです。ハロー皆さん、私が現場リポーターのアナベルです。エキシビションマッチが昨日終わりましたが、今日からいよいよ公式戦が始まります。はい、きっと大盛り上がりとなるに違いありません。それでは大会ルールについて詳しくご紹介いたします。今大会はサバイバルマッチとトーナメント戦の2段階方式となります。すべてのチームがそれぞれ8つのゾーンに振り分けられ、予選のサバイバルマッチを戦います。各チームの選手たちがゾーン内で次々と対戦、勝ち残った1チームがトーナメント戦進出となります。そしてトーナメント戦に進出した8つのチームでチャンピオンの座を争います。そうです、私はこれから現場の様子をお伝えします。期待してくださいね。よろしくお願いします。では
早速ですが会場の様子をお届けしましょう。やれやれ、ここは本当に広いな。うっかりして迷っちまったか。お二人ともちょっと待ってください。探すのは諦めろ。大門は先に行っちまったかもな。その勢いです。私はちょっと待て、今日あそこに道に迷っている。ちょっとマネージャーの話は最後までちゃんと聞いてください。草薙さん、昨日対戦したばかりなのに。おいベニマル、こいつは道に迷ってたわけじゃねえ。やれやれ、一回戦は女の子と戦うのか。こりゃ困る。ママ母さんは、行くぜ。初めての戦い、私落ち着いてリムルル、みんなのために頑張りましょう。やれやれ、女の子が頑張っている姿は可愛い。ベニーがおるだぜ。カムイリズム、どうだ。それ。ボディがおるだぜ。カムイリズム、どうだ。おっと、ボディが降りたぜ。狙いやがれ。どうだ。大自然のお仕置きだ。行こう。おっと、大攻撃。すごい、私たちのチームは最高です。姉様、私やっぱり無理。確かに、しかも強力な払う力を秘めている。払う力、そうかしら。理由なんかね。素直ですね。喜んで。俺は、うん、じゃあチャンピオンになる。それだけ。はい、実はあなたたち秘宝って、もしかして、え、もしかしてチャンピオン。今日ナコロルちゃんが言う秘宝はどうでもいい。そりゃそうだろう。もし秘宝何今さら。ダイモンさんを探すために。今日ベニマル、ゴロウちゃん、ここにいたのか。これで KOF 三人衆が。悪いけど今はガロウさん。ゴロウちゃん、こんな奴らと組むなんて嘘だよ。何てめえ、最強ムエタイ。聞いたことないな。それになんだよ、俺ほどの。ふざけんな、うぬぼれやがって。は、あんた一人前のマネ。よし、ダイモン、やれやれ、一緒に優勝を勝ち取ろうぜ。あのさ、実力でダイモンを。いいぜ、お前の拳がどれほどのものか。2対3ですか。ちょっと不利ですね。はっ、へっ、つぁ、うん、おっ、助け。へぇ、くっ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 、支援技エネルギー準備完了です。このスマートブレスレットは格闘家が戦い。スマートブレスレットにエネルギーが溜まればチップ支援。ボディが落ちたぜ。イザナギ、貴重だ。ボディが落ちたぜ。悪いが優勝するのは俺たち3人だ。よし、ゴロちゃんお帰り。これでちゃん。そもそもお主らが遅れたから。すまない、初めての時空列車だからちょっと。お気になさらないでください。テリーが帰ってきたらまた勝負しようぜ。ああ、その時は本当の約束だぜ。ダイモン、ベニマル、ああ、いつも通り3人で頑張ろう。いや、お主らも、まあ、とにかく俺は途中で何本。俺も寝坊なんかしてねえぞ。事実と証明できます。どうして試合の後に草薙強チームへ移籍を申し出ましたか。わしは
男同士の約束を守らなければならぬのだ。大門選手のチーム移籍が承認されました。ウィナー。皆さんがこの新しい環境になれるまでチームから勝手に離れると迷子になる。次の試合に備えるために少し、うん、私はカリスママネージャーと。わしの指導が必要なようだ。実況ルームへ再びようこそ。とっても光栄なことに本大会に膨大な資金を提供してくださったルガールさんを特別ゲストにお招きすることができました。愚民どもよ、私の尊い顔を見て歓喜の声を上げるがよい。あ、今ちょっとマイクトラブルがありました。ディレクター大将お願いします。今まで2連勝を収めた草薙京チームの戦いぶりをルガールさんはどう思われますか？草薙京にはいつも驚かされる。我がコレクションに加えてやろう。それではその他ゾーンの盛り上がりを見てみましょう。今流れているのは矢上チームとガルフォードチームの対戦です。あら、ガルフォード選手が担架に乗せられています。最終的には矢上チームの完勝ですね。しかしその狂った顔は一体。狼の子が闘獣場でふざけて遊んでいるようだったな。はい、とても素晴らしい試合でした。それでは最後に視聴者からのコメントです。ある視聴者の方から、秘宝という今大会の優勝商品は一体何なの？という質問が来ました。ルガールさん、ちょっと教えていただけますか？秘宝は言うまでもなく秘密だ。いい加減にしろ。それに弾幕が目障りだ。ありがとうございます。ルガールさんの回答にご満足いただけたでしょうか？もっと素晴らしい内容について引き続き実況ルームがお送りします。ゾーン8の真ん中まであと一試合だよな。そのはずです。しかし皆さん、ありがとうございます。アテナ、すごい人気だな。あまり近づかない方がいいぜ。アテナちゃん、俺も大ファン。あれ、ベニマルさん、この試合どうも。ワイは最強超能力美少女。くそ、あいつのどこがかっこいいんだよ。おい、気をつけろ、生中継。おっと、アテナちゃん、これは失礼。いえ、大丈夫です。でも新郎氏、やれやれ、どうぞよろしくお願いいたします。のう、わしの弟子に指導をしてくれんかの。ん、怪我をして。大丈夫じゃ、試合の目的は勝負。ほら、ボディがお留守だぜ。朝日で待て。よっ、よーれよーれ、もっとな。ん、つあつあ、もう、イザナギ。危な、ボディがお留守だぜ。ボットな、ボーじゃ。お師匠様、どうして怪我をしているのをもっと早く私と喧嘩。まあ、勝敗は陛下の常じゃ。お主弟子二人を世話してた爺さんもなかなか。お師匠さん、一体誰にやられたんや？よくは分からんが、腕のある。またルガールか？そんなはずないでしょう。奴ではないと思う。
こんなの許せません。キヨさん、どこ、アテナ一人を危険な目には。ケンスーはここでお師匠様の面倒を見ていて。そう、安心しろ。お師匠さん、安心してください。カリスママネージャーの私もいますから。それがよい、行け。はい、キヨさん、チームの縁。はいとは言っていないが、ま、これでチームの力は、うん、ウィナー。まさかサバイバルマッチ前半にこんなに強いやつが出てくるとはな。ま、俺にとっちゃウォーミングアップ。しかしアテナちゃんのようなアイドルも参戦。今回の試合にはせますます面白くなって。キョ、気をつけろ。注意、確認お願いします。確認完了。間違い。任務遂行します。おい、ちょっと待て、いきなり。傭兵か。ふん、いいぜ。強気な女の子はちょっと苦手だな俺は。てめえら軍人の意見に。はっ、ボディがおろすだぜ。やっ、やっ、やっ、おっと、うん、でやっ、ぼりゃはっ、おっ、ぼりゃー、ぼりゃー、ぼりゃー、やったねー、ボブはっ、うおー、うん、へぇ、うぇ、いざなぎ、うん、ボディがお留守だぜ、はっ、うん、うわー、でやっ、ぼりゃー、はっ、ノー、うん、さよなら。うわぁ、大光源はっ、ボディがお留守だぜ。うわぁ、くそ、任務中止。まあ、今回は俺たちどうやらお前たちには。傭兵さん、この大会、それにこのバトルシティ。そうか、ありがとう教官。了解しました。ウィナー。 I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.